こんにちは。連日のツイッタートーク本当にお疲れ様でございます。私がね、今回取り上げさせていただいたそのツイートの数々ってのは、確かにね、多くの人に届けたいなって思いが私あるんですよ。特に扱っていらっしゃるテーマ、そういう意味で言うとネタをチョイスするセンスはかなりあると思うんですよね。ただいいねもリツイートも目に見えて起きてないでしょ。でも見てる人がね、必ずしもいわゆるファボったりとかリツイートするとは限らないんですよ。ただ確実に見られていて、人にいろんな思いを広げてるっていうところは、思いをぶらさないでもいいのかなと思います。でこれからもね、独特なセンスでのツイートを私は期待してますんで、無理なくね、やっていただきたいんですけども、いや、はっきり言ってね、これね、ずっと続けていただいたらかなり多くの人に気づきと発見と動機を与えると思うんですよ。そういう意味で言うと、もうね、ツイッター歴何年とかにもう及ばないくらいものすごく重要なことを発信してると思います。私はこれからもね、全てを取り上げるところは分かりませんけども、また動画にしてできる限りの拡散と、それから塾内でのね、コンテンツにさせていただこうかと思います。で、いずれはね、これなんとかね、対談できないかなと思うんですけど、いかがですかね。多分ね、これ重要なことを気づいてらっしゃってて、重要なことをツイートしてるんですよ。残念ながら、失礼ながらね、無名だと重要なことも届きにくいんですよ。逆に重要じゃないのに有名だと、それが世の中に広まりすぎちゃったりするんで、多くの人が誤解してミスリードを受けたりするんですよね。多分その情報が錯綜してるってのは、大切なことを持ってる人は残念ながら無名であって、有名な人は陳腐なものをさも大事なものであるかのように演出してるっていう、このマスコミのエネルギーがちょっとね、負に働いてる部分もあるのかなと思うんですけど、いかがでしょうかね。じゃあ、これからも活動を期待しております。ありがとうございました。